内燃機関の例吸入圧縮燃焼、膨張排気内燃機関とは、シリンダなど機関内においてガソリンなどの燃料を燃焼させ、それによって発生した燃焼ガスを用いて、直接に機械仕事を得る、原動機を言う。内燃機関では燃焼ガスを直接作動流体として、用いて、その熱エネルギーによって仕事をする。これに対して、 蒸気タービンのように燃焼ガスと作動流体が全く異なる原動機を外燃機関という。内燃機関はインターナルコンバスチョンエンジンの略語であり、内部で燃料を燃焼させて動力を取り出す機関である。機関もエンジンも複雑な機構を持つ装置という意味を持つが、ここでは発動機という意味である。なお、動力を取り出すことが目的の内燃機関ではあるが、 特殊な用途としてパルスジェットによるフロンガスの分解や4サイクル機関による天然ガスの回出などが研究された航空機用ガスタービンエンジンのカットモデル右側のタービンの上下に見える空洞部が燃焼機中央は圧縮機内燃機関は熱エネルギーを機械エネルギーに変換する熱機関の一種でありレシプロエンジンや ロータリーエンジンといった溶石型内燃機関とガスタービンエンジンやジェットエンジンなどの速度型内燃機関に分けられる。溶石型内燃機関とは燃焼ガスの溶石変化を利用するものでクランク機構などにより回転軸出力として機械仕事に転換する内燃機関を言う。レシプロエンジンの場合シリンダーの内部で燃料を燃焼させ燃焼ガスがピストンを押す力を利用する。 このピストンの往復運動をクランクにより回転運動に変換し軸動力を得る。また、ロータリーエンジンの場合は、作動室内での燃焼後のガスの膨張によるローターの交点がエキセントリックシャフトを回転させて軸動力を得る。これに対して、速度型内燃機関は燃焼ガスの高速の流れを利用するもので、タービンに浴車の回転運動等を通じて、 機械仕事に転換する内燃機関を言う。ガスタービンエンジンの場合、燃焼器で燃料を燃焼させ、燃焼ガスが出力タービンを回転させることで、軸動力を得る。軸動力ではなく、水力を直接得るために、出力タービンを省き燃焼ガスを一方向に、噴出させると、ジェットエンジンとなる。溶石型機関は、完結燃焼。速度型機関は、 連続燃焼という燃焼形態の違いはあるが、共に燃焼熱により、高圧となった燃焼ガスそのものを、作動流体とすることは、共通する。これに対し蒸気機関などの外燃機関では、機関外部の熱源により、燃焼ガスとは別の作動流体に、熱エネルギーを与え、機関により、動力を得る。現代の内燃機関では主に熱効率を高めるために、 燃焼には出力の一部を利用して圧縮した空気を使用する。ディーゼルエンジンのように原理的に圧縮なしでは動作しない内燃期間もある。積極的にデトネーションを利用することで高効率化が期待され、パルスデトネーションエンジンの開発が各国で進められている。内燃期間に限らず燃焼プロセスを経る装置では熱効率においてカノー効率を超えるものは 理論上ありえない。1807年に、フランソワ・アイザックでリバーズによって製造された、チャレッテ・オブ・デ・リバーズ。A、シリンダー。B、点火線。C、ピストン。D、水素を充填した風船。E、ワンウェイ・クラッチ。K、旧排気弁。G、旧排気弁を作動するための取ってメディアを再生する、ミネソタ州のウエスタン。ミネソタ・スティーム・セレジャース・リユニオンにある。 オットーサイクルの内燃機関の動画これらの初期の内燃機関は農業用機械の動力源として使われた。19世紀より前から様々な内燃機関が発明されてきたが、19世紀に入る都市ガスが普及し始めるとこれを燃料とする内燃レシプロエンジンの開発が活発となった。1860年代には様々な形式のガスエンジンが 定置式の産業用原動機として普及し始め、ニコラウスオットーらの4ストローク期間により完成の域に達した。同じ頃石油の採掘と生成が産業として確立し、ガスエンジンをガソリンで運転する試みが始められたが、ガソリンを継続的に気化する仕組みの開発がネックとなり、ガソリンエンジンの実用化はガスエンジンに多少遅れている。さらに少し遅れて、 これら予ん後燃焼の機関とは別のアプローチからディーゼルエンジンが発明された。貯蔵と運搬が容易ない機体燃料を使用する来年機関の登場は自動車の商業実用化や飛行機の発明を可能にし、特に輸送の分野に大きな発展をもたらした。溶石型オートバイ用エンジンも参照。速度型航空用エンジンも参照。ありがとうございます。